はい、それではまずはマイワシ6匹の処理ですね、はい、もうすでに魚屋さんで頭は取ってもらっております,、はいすはい、斜めに切りましてこういうのを取り出してきれいに洗います結構たっぷりそうやね氷も水も入れてますうんうん、うん、はいここら辺斜めに切ってうんで内臓あこれ結構たくさんのことです、ね、そうですね,ね、まあ、これ魚屋さんによってね頭取ってくれるとこと取ってくれないところあるんで 一回聞いてみてもいいかもしれないですね取ってくれるかどうか上からですねもうちょっと水分を取りますお水を百五十。はいこぼれ梅というですねみりんを作る時にできたカスですですね大さじ4杯ですみりんと日本酒の代わりみたいなのですよね砂糖小さじ2杯醤油大さじ1杯強で軽く混ぜます火をつけますじゃあここに イワシを入れていきましょうか、はい、でこの鍋に入れない時はちょっと底の深めのフライパンでもできます皮をむかないでふたっき薄切りですけどもで梅干しは中ぐらいサイズ1個です 2>,、はい、2つぐらいにこう割ります、はい、割ってはい適当にでこれ種付きですねでふたをして煮ますローブしょね。まね、あ、酒かすみたいな感じのねもんなんですけど、うん、4分52秒ちょっと中見てみましょうか、はいはい こんな感じですね、時々こうして、まだちょっともうちょっと立った方がいいんですけど、こうかけてやって、絶対に出来上がるまでは触らない、イワシには手を触れない、この表面の皮がですね、いわしってもうすぐ薄くって、かけるのはいいけど、直接触るのは、やめといた方がいいと思いです。 2 0 0ムで500円やったんです高いから安いそんないらないですよさらさらっとしてこぼれ梅いただきますほんまや甘甘いでしょちょっとお酒っぽい感じも食べ過ぎ注意ですよしいあのねやっぱりね下の先にねちょっと日本酒の辛い感じが8分47秒ですね煮始めてからどんな感じでしょうかこの上に浮いてんのがこぼれ梅かなそうそうそういわしに直接触れないようにスプーンで煮汁をかけてそうですね はい、もうちょいかなこれちょっと動かしてやってはい動きます動きますじゃあ再び蓋をして煮続けます、はい、結構よっちゃんが頻繁に蓋を開けて、はい、中の様子見てますこれ多分一瞬でね焦げるんで皆さん焦げるときはね気付つけてくださいここはいわし煮るときの一番の難しいとこかな、まあ、ここさえちゃんとやればね美味しい 煮物ができますいわしも美味しいんだけどいわしよりもこの周りの汁これの方が美味しいんですよ。ももっとねいわし取ってからねもうちょっと煮詰めてやったらお味噌みたいになるなんか丼にしてもいいかもしれないそうそうそう火加減は中弱火ぐらいですね中弱火これでいいかはいじゃあこれでもう盛り付けして完成です出来上がってから火消してしばらくちょっとこう蓋閉めてはい。 味を含ませます。はい。これにて、イワシのこぼれ梅煮の完成です。ぜひ皆さんお試しください。調理人は、よっちゃんと、カナままてっです。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ま,したまた一週間後に楽しいレシピ紹介するのでご期待ください。はい、チャンネル登録もお願いします。それでは皆さん、さよなら。はい、一緒にいただきます。はい。うん。あ、美味しい。